まだ始まりました、むちゃちゃんね。さあ今回は、はい、はい、アイドル失格の神田千代香です。お願いします。お願いします。千代香さん、はい、僕ですね、英語かなり頑張ってきたじゃないですか。どうやって英語を身につけたか知ってます？本とか参考書とか見たのかな。ああなるほど。実はですね、僕留学してからですね、ずっと漫画で英語力を、漫画で、はい、保ってきてるんですよ。実はその留学した時に、僕が住んでたとこのそのルームメイトが全員アニメオタク、漫画オタクだったの。あるあるですね、はい、でそこで一番親しかったルームメイトナルトブリーチ、はい、ワンピースのコスプレ。あ、わかります。そこからずっと読んでるの。もともと漫画はちっちゃい時ずっとジャンプをね、父親が買ってて、漫画で英才教育ですね。英才なのそれでそこで読んでたら、いわゆる習ってこなかった表現が確かにいっぱい出てくるわけですね。例えばもうそこでも知らなかったのは、ナルトが使ってた表現とかだったら He sure did とかですね。この sure の使い方、did の前に sure って言ったんだけど、これどういうことみたいなんで、そういう表現をたくさん覚えられたんですね。まあリーディング力を高めるっていうのはもちろんあるんですけど、語彙力だったりとか日常生活の会話でですね、はい、スラングとかいっぱい出てきます。でだから聞き取れる表現がめちゃくちゃ増えたのと、喋ってて返せるようになったっていうのが実は漫画だったんですよ。なんで、はい、今回はそんな漫画でお勉強できるアプリケーションを紹介したいと思います。で今回そんな漫画をいっぱい読んでた僕にですね、実際使ってるこの蘭学さんからですねお話をいただきまして、ぴったりですね。そうです。なんでちょっとそちらを紹介していきたいんですけど、はい、また動画の最後にはですねプレゼントのお知らせもありますので、そちらもぜひ見てください。これです。蘭学。蘭学。実はもう結構来てたんですよ。コメントの中で蘭学いいよねとか。もう生配信とかでも来てて、はいはい、蘭学で読めるよっていうのを来てたりもしてたんで。もともとは僕がだから紙もすごい買う人間だったんですけど、高いんですよ。確かに。例えばワンピースのボックスですね、はい、これを毎回輸入して買ってるんですね。こう23巻とか20巻セットのやつを。やっぱり時間もかかるし、あとその後日本語のやつと照らし合わせたかったら、もうこっち開いてこっち開いて、そうですね、大変じゃないですか。でもこれですね、日本語もその場で見れる。おお、その場で。僕がそもそもこういうのでたくさんの実際の英語を身につけてるから、トイックとか英検とかであの場面すぐ思い浮かぶ。ああ、このフレーズが出てきたらこういう返しが無難だなっていうのがやっぱり分かりますね。この状況が浮かぶんです。いろいろ見ていきたいと思うんですけど、このね難しさとか初心者に、そうやっぱ漫画もとかネイティブスピーカーだからよくわかんないかもしれないですけど、全然レベル違いますから本によって。子供用のやつだったらめっちゃあ優しいですよ、書いてる表現。あ、まあただ子供用は子供用で僕ら習わないんで、そういう表現を。あー確かに。それはそれで難しかったりするのもあるんですけど、やっぱ字数が違ったりとか表現が違ったりっていうのはたくさんあるんです。テニスの王子様とかね、やっぱり喋ってるものが少なかったりする。あれじゃないですか、ディモンスレイヤー。あ、鬼滅の。鬼滅の刃ですね。ドゴーンとかその音がいっぱい多いやつは優しくなる。これもね、そうなんですよ。どうやってその擬音語が英語で表されるかっていうのは、確かにむちゃくちゃ勉強になりましたね。僕はずっとワンピース、ナルト、ブリーチをずっと読んでたんで、あ、これマッシュ、僕は初めてネット漫画で広告見て読まずにはいられないってなった。へえ。大好きな漫画ですけど、この辺がまあ優しめ。優しめ。で、中級レベルになると推しの子とか。悠々白書、呪術廻戦とかチェンソーマンとか見てますし、僕のね大好きなジョジョ、はいはいはい、ブリーチ、ナルト、ワンピース並んでますよ。このおー、ビッグ3ですね。当時のビッグ3ですね。とかセイントセイヤ、これも前回読みました、ちっちゃい時に。そして今大人気ハイキュー。ハイキュー来てますね。とかスパイファミリーね。あ、はい、スパファミー。もうグッズとんでもない数持ってますけど、大のピーナッツが好き。あらら難しいものとかだったら7とかね、デスノート難しいですね。あ、これが上級者レベルで。そうです、ヒロアカとかね。うちのグループ全員デスノート好きなんですよ。あら、さすがダークなグループですね。はい、アイドル失格はデスノート好きです。じゃあちょっと見ていきたいと思いますね。はい、最初の1話目は無料で見れるのと、英語のセリフ量も選べるんですよ。英語のセリフ量？そう、日本語が、そうそう、がっつりいく、全部とか、全部にすれば全部英語になるんですけど。あー、で、もともとってフォントってこれ大文字なんですよ、全部。あ、そうですね。で、これやっぱ日本人抵抗があって読めないって人がいて、おー、だから僕が漫画読んでて、漫画で英語をっていう風に配信とかで言うと、いや大文字だから読めないですっていうのとか、大文字でびっくりしましたっていうので全然抵抗ないじゃないですか。いや、もう漫画イコール大文字なものですよね。僕自身も最初はびっくりしましたよ、これどうやって読むんだって思ったんですけど、それが毎日読んでると当然慣れるので、もう何の抵抗もないんですけど、やっぱそれ抵抗あるっていう人もいるので、これがフォントが小文字に変えられるので、こうするとやっぱり読みやすい。で、これを日本語に変えることができる。あ、タップで。そうです、タップで日本語に変えることができるんですね。おー、無事かメガネくんですね。メガネくん、スラムダンクでも出てきますけどね、メガネくん。で、一緒にですね、辞書があるんですよ。あー、
全部こういった形で言ってくれるんですよね。でこう音を出すことができる、hey.Oh. You all とかでも for だけだったら for eyes のあなんないです。そういうのをこの AI ボタンを押すとですね、あ AI がすごい for eyes 解説してくれますね。 for eyes はメガネをかけている人を指すスラングで、日本語ではメガネ君やメガネっ子といった意味になります。文脈的には大丈夫かメガネ君のような意味ですというふうに説明してくれるし、でここに別の例文も Hey for eyes can you help me with this math problem、 おあらメガネだから数学が得意みたいなね、あ偏見が for eyes over there isreally good at chess.チェスが得意なんですね。また偏見がで、メガネがあってこれで4つになりますからね、はい、メガネで類似表現とかね、スペクタクルドパーソン、あんま言わない古いかも、古いそうですね、スペクタクルっていうの自体古いですね、はい、昔の小説とか読んでると出てきます、スペクタクルよく。グラスウェアーは言います。でもグラスウェアーに関してはそれはなんか結構その普通の表現とかフォーライズみたいなちょっと嫌な意味みたいなのはないです、うん、でこの再生することもできて音声を再生、はい、アサム・ミクマチャプターHey, you all right, four eyes? っていう感じでこういう風に読んでくれるっていうのが出たりするわけですね。でもそうか、漫画を見ずに育ったわけですね。はい、なんか親はめっちゃ好きなんですよ、うん、でもなんか子供にあんまり与えることがなく、私はもっぱら小説派でしたね。もっぱらですねダメだボロですねごめんなさい。でこういう風にですね、その漫画に出てるこの単語、こうやって realm 大事な表現、 realm、 あーなんかファンタジーでもよく使いますね、はい、出てきますし、また学問の領域とかでもね使ったことないかも、使ったことないんだ大事な表現ですよ。そう分野とかね、 trample なんて知らないですね、 trample こういうのもやっぱ僕は漫画で身につけてってる、ね、reside とかね、こういうのも出て、で単語としてあ知らなかったって思ったらこう登録を登録すると、はい、登録することができて、あもう単語帳がここの中で作れちゃう、そうそうそういうことです。わすごい全部出てきますね、はい、推しの子は知ってますよね。推しの子は見てないですけど概念は、概念っていうか推しの子の概念Have you ever wondered what it'd be like if you were born as the child of a celebrity? あー If the ticket to the world of showbiz showbiz とかね、 showbiz、はいはい、これですね。ちなみに僕はもう泣いてしまうのでこの話を見ると確かに泣けるとは聞きましたね、はい、あらいきなり The story is a work of fiction、 あ、はい、この話は架空のものです。そう、フィクション or rather ですよ。これ難しいんじゃないですか。さあ皆さん訳せます、というか、あーやったー、さすが翻訳者、漫画とねアニメとかゲームか、ゲームやってます、ゲームの翻訳者ですから、すごいよく知ってますね。あほら They fabricate lies fabricate 難しいですね、布って思っちゃいますよね、ファブリックねそれまあまあまあそうですね、語源的には捏造でした、あ捏造して exaggerate 誇張して、はいね、誇張して、お正解、なんか違うゲームになってきてた Hide their dirty little secrets、 おー、はい、dirty little secrets、 え汚い部分を隠すとかそういうこと、あ都合の悪い部分は綺麗に隠す、かっこいい。 Idol fans are the ones who want them to be good at lying、 あならば、あなるほどね、 in which case ならば、ならば上手な嘘をついてほしいのがアイドルファンというものだ。え、どうなんですか皆さんこれはなかなかレベルの高い表現が出てるんで、ファブリケートとかね、これで中級ですか、中級です。おー AI でちょっと見ましょうか。ファブリケートは作り上げ、でっち上げるという意味で、文脈的には嘘を作り上げるという、 He fabricated the story to avoid punishment、 あ、そうですね、 The evidence was fabricated to frame him、 あ、frame これは難しいですね、冤罪であってますね、そうです、相手にこう着せるというか彼を陥れるためにってなってますね。おこれは難しい、タコ先生、あーこれはなんか魔女が魔法の薬作ってるみたいな、はいはいはい、そういうイメージが、英検1級でも出てくるやつですね。そうこういう風に僕はだから英検だったりとかトイックトフルでやってて、全然そんなの習ってないよっていうのを知ってきたんですよね。お、はい、日常ネイティブたちと喋っててそんなむずい表現出てくるかって言ったら、確かに、でだからといってニュースとか新聞とか読んでても場面が思い浮かばないものも結構あって、やっぱ新聞読んでても、だからそういうので漫画だったら場面が浮かぶっていうのが、それが僕がやってきたお勉強方法ですね。で、たまると単語帳がね、こうやってほら、あ、はい、登録してあるものを見ることできますんで、そうそう、ほらデイリーチャレンジっていうのが、おデイリーチャレンジでようこそ、え、かわいいキャラクター、漫画を楽しみ、単語を覚える、思い出せた、忘れた、完璧、 This world、 さすがにこれ分かる、 This world、 完璧、 Exaggerate、 Exaggerate、 完璧です、 Fabricate、 で、まあ、忘れたみたいなのもあるね。あ、これで自分で見て覚えてたかどうかを、そうですね、確認できるっていうのが Everyday life、 あるね、 Realm、 In the vicinity of、 Trample、 はい、
Fabricate。 もう一回ね、間違えたのを選んでるかなっていう風に単語の特訓もできる。おお。っていう感じですね。だぜひ皆さんにもね、挑戦してもらって、まずはやっぱり全部読めなかったら辛いっていうのがあるんで、好きな漫画とか状況が分かってるものだと、うんうん、アメリカ行った時とかも知ってるアニメ、ドラゴンボールとかね、とか知ってるアニメを見ていれば全部が分かんなくても、あ、この場面だからこうやって進んでるなって分かるので楽しく見れたんですけど、だ日本語を増やすこともできるし、あとは日本語訳も見れますからね。だから分かんなかったところでいちいち止まらなくていいっていうのが大きいですよね。普通の紙でそのね漫画だけこうやってやってもいちいちこう辞書で調べてとてつもない時間かかっちゃいますから、これだったら毎日見ても全然いけますから、毎日何話かは読むとかね、まあ難しいやつだったら1話で全然いいと思うんですけど、僕はもうナルトとかも止められずにページターナーって言葉、ああページターナー、止めることができないみたいな感じでずっと読んでましたね。これってうちの地元の人とかも逆パターンで使えるというか、日本語を習いたいけど、うん、自分は英語しかわからない今の状態だとってなったら、英語のを見て日本語訳を見てっていうことができると思います ね。友達が小説とかを日本語で読もうとしてて、わざわざ紙のやつを取り寄せて、うんうんうん、でそれで開くと1ページ読むのに30分ぐらいかかるんですよ。もう一文につき何か1個は知らない言葉があるから、それをいちいち調べてみたいな感じになるんで、タップするだけで英語訳を見れるっていうのは強いですね。ね、第1話のやつはもう無料で見れるので見ていただいて、さらにこの動画を見ている方々にはですねプレゼントがありまして、プレゼントですね、はい、モリテ2漫画入れていただくとですね、無料でコイン500枚、プレゼント、それってコインって500枚ってどれくらいですか？だいたい漫画でいうと5、6話分ぐらいですね。すごい、はい、それが無料で読めるという、お得ですね。はい、ぜひ読んでいただければ。で毎日チケット自体はもらえますので、だから無料でもかなり読むことできますので、お、概要欄に貼ってありますのでぜひ半額ダウンロードしてみてくださーい。ということで今回はチョコさんにお入れいただきました、はい、ありがとうございました。ハイクッション、ありがとうございました。 Thank you for watching. Like, comment, subscribe. Bye.